ルシファーの、まあ、今までの歴史ですよね、はい、それを見た時にちょっとウリエルは外せないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。エモいですね。そうですね。現場でムービー見たらウリエルの顔出てきたので、そうですね、よっしゃーってなりました。よっしゃーっていうか、うわ危ねーって思いました。当たってボーンバーンで終わりじゃないですか、それで、はい、なんかそこに新しいモンスターストライクはない。モンスト10周年特別企画、ルシファーの作り方。前回のキャラクターデザイン編に続きまして、今回はステータス編ということで、ルシファー獣神化界のステータスについてお話を伺っていきたいと思います。進行はリエックスです。よろしくお願いいたします。そしてゲストにはこのお二人に来ていただきました。どうぞ。はい、MO ペンペンです。今回は、貴重な機会をいただきましてありがとうございます。まあ、楽しみつつも皆さんが気になることをしっかり質問できるように責務を全うしたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、そして続いては。はい、同じく M4 のタイガー桜井です。いや、こちらの企画、いつか出てみたいなと思ってたんですけれども、まさかこのルシファーっていう、非常にですね、まあ、モンストを代表するキャラの回で、呼ばれてとても光栄でございます。今日は、どしどし質問考えてきましたので質問攻めにしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてステータスについてお話を伺うのはこの方、久米原さんです。お願いします。はい、モンドリの会場で桜井さんに話しかけたら一般人だと思われて塩対応された久米原です。いや、ほんとすいません。面立ちでも話してましたね。いや、ほんとに申し訳ない。いや、衝撃でした、いや、でも今日もうちょっと弁解ね、はい、弁解かもう焦ってるやん。さあ、それでは早速始めていくんですけれども、今回ですね、ルシファーのステータスに長年携わっている久米原さんから、まずは進化、神化、獣神化とこれまでの歴史を振り返りつつ、今回の獣神化回についてお話を伺っていければと思います。それでは久米原さん、よろしくお願いします。はい、今回の企画をやるにあたって結構いろんな人に話を聞いてきたんですね、はい、でまず進化神化作られた方に話を聞きに行って、進化の神化の時ってどうでしたっけって聞いたんですね、はい、覚えてねえなー。まあ相当前ですからね。とりあえずエナジーサークルって友情コンボで環境をぶっ壊そうっていう風なことを考えてたかなっていう感じでしたね。当時私は QE チームっていう形で、ルシファーのバランスの調整に関わってたんですね、うんうん、いろんなところを下げつつ最終的にあそこの辺に落ち着いたかなというふうにおっしゃられてました。じゃあもっと強かった。最初はもっと強かったぶっ壊そうですもんね、はいはい、なんですが正直、久米原はルシファーの神化を舐めてました。そんなに暴れんだろうと思ってました。なるほど。どれだけ舐めてたかっていうのを分かる資料があるんですけど、はい、私キャラも作ってたんですけど、その頃もうルシファーがリリースされた1ヶ月ぐらいにケットシー出してるんですよね。はい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 、はい、同じ闇属性、反射、ダメージオール、ルシファーの性能をしっかりと自分の中で解釈してればあれは出さない。確かにと思います。ルシファーと同じラインだから、ルシファーが行けるところと同じところしか行けないってことですね。そうですね、ものに重なるんですよ、まあ、ぶつかっちゃうってことだもんね。で、うん、今考えれば勝てるわけないんですよね。出してるんですよね。それ多分相当舐めてました。ルシファー、それ勝負できると、だから舐めてたから出しちゃったというか。そうです、はいはい、ステータスがまあすごく高かったりはするんですけど、ケットシーンでキャラはそのままの話で流れていくと、ケットシーが獣神化回する時ってちょっとルシファーの足音がしてたんですよね、私の中で。そろそろ来るんじゃねえかなあいつ。なるほどなるほど。へえ。意識しますね。意識した結果、ルシファーなんかケットシーの獣神化回めっちゃ強えなみたいな。あ、それも影響してたんですか、ケットシーって。ケットシーとルシファーって結構関わり合いが深いです、私の中で。つながりがあったんですね。じゃあ今ケットシーがすごい強いのは、この、うんうん、まあ、今のルシファーに食われないように、まあ、結果強くなってしまった、まあ、っていうのがあります。でちなみになんですけど、
まあ、ケット氏そのままの勢いでグランディオーソにぶっ刺さったんですが、はい、グランディオーソには別にこのキャラをしっかりはめようってキャラがいたんですよね。別方向で強くしないとやべえよなって生まれたのが、うん、やばいキャラだな多分。お、今浮かんでますね。浮かんでますね、はいはい、ルナです。あら、あケット氏の重心化カイとルナの重心化って割とルシファーに影響されたキャラって言えますね。へえ。その時はまだ決まってないんですもんね。決まってはいないですけど、過去のルシファーがいた。まあもう正直多分来るだろうな。はい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 。匂いが車内でありました。車内で匂いがしたんですね。このルシファーの神化っていうのは何でしょうね。久米原っていう人間にモンストっていうのを教えてくれたキャラっていうイメージが強いですね。ああ。モンストってそうなんだっていうのを。ルシファーの神化で知った気がします。で、まあ、その流れで獣神化の話に移っていこうと思うんですが、さすがに、獣神化の頃になってくると私も結構経験を積んできて、で、まあ、新春キャラとしてマナも任されるぐらいのレベルにはなってたんですよね。最初渡されたものがサイドダブルエナジーサークル。渡されたもの、はい、私が企画を立てたわけではないんですよね。ルシファー用の友情コンボを作ってみたんでちょっと触ってみてって言われたんですね、はい、それがサイドでした、はい、今の縦ではなくて横ですね、はい、なんかいまいちだなと思ってその横っていうのがモンストって縦に長いゲームじゃないですか。そうですね、で横に長い友情コンボがどうもちょっといまいちしっくりこないっていうのと、あと、もともとエナジーサークルっていう友情コンボは縦にダメージが伸びやすいっていう仕様があったんで、ちょっと横方向は違うんじゃないかなっていうのをクライトさんに相談して、縦のダブルエナジーサークルを作ってもらったんですよね。まあそれがそのまま使ってみたらがっつりハマったんで実装したっていう感じですね。で副友情コンボなんですけど、そうですね、はい、最初十字レーザー L でした。あ、十字レーザー L？ L です。神化がね、そうです、神化が副友情がそうだったんですよ。はい、ですね、縦になったダブルエナジーサークルを触ったところ、これもう十分だなと、あ、他の友情コンボをつける必要ないなっていう温度感の強さだったんですね。はい、十字 EL は多分やりすぎだろうってなったんです、うんうん、でも十字 L？ ってなるじゃないですか。まあでもなんか、うん、EL あるのに L つけられたらなんかもう明らかに抑えてる。そうなんですよね、お気に入った感がありますよね、うん、そこに、はいはい、お気に行くにしたって何か意味があるものがつけたかったんですよね。でそれで、出てきたのが防御ダウンブラストでした。防御ダウンブラストはやっぱ結構当時はね評価あんま高くなかったですよね。なんかこう大号令打った時に勝手に敵が防御ダウンしてるんでありがたいなぐらいの温度感だったような気がしますね、評判的にも。じゃあやっぱ抑えて防御ダウンブラストって感じだったんですね。そうですね、重心化発表の時に私あの会場にいたんですね、はい、あれをあの歓声を聞いて、なんこういう表現が、まあ、正しいかどうか分かんないですけど、呪いにかかったような気がしました。呪い、はい、なんかこうあの歓声をもう一度浴びたい、あ、頑張りたいっていう、うんうん、ある意味のですよ。いいですね。そうです、いい呪いですね。なるほど、はい、はい、まあとりあえずここまでが前座、はい、という感じですね。歴史ですね。いやなんかちょっと驚きの衝撃のねこともあったりしたんですけれども、はい、ここまで振り返っていただきました。はい、かなり貴重なお話ありがとうございます。さてそれを踏まえてですね、ここから獣神化カイについて、久米原さんにお話を伺っていきたいと思います。ということでね、あの今回もあのペンペンさん、タイガーさんにご協力いただきまして、ペンペンさんのチャンネル企画ペンラジにてたくさんの質問事項をいただきました。皆さんありがとうございます。こちらの質問と、あとはペンペンさんとタイガーさんからの質問に、お答えいただければと思います。それではちょっとバトンタッチでペンペンさんとタイガーさんお願いします。お願いします。お願いします。めちゃくちゃね集まってますからね。めちゃめちゃ多いね。はい、100弱ぐらいありますね。100個ぐらいある気がする、はい、ちょっと私もメモをさせていただきたいと思います。はい、結構大きな括りにはなるんですけれども、はい、ルシファー獣神化カイの、まあ、コンセプトっていうのをお聞きしたいなと、はい、はい、思います。コンセプトはルシファーの獣神化カイですね。ああ、はい、もうルシファーです、コンセプトは。なるほど、はい、ルシファー深いな。はい、
結構深いと思いますよ。一つの概念になってるんですね。そうです。友情コンボの質とかはまあいろいろ思うところあるかもしれないんですけど、うんうん、ルシファーっていう軸はブレてないつもりでやってます。以上ですか。もう、まあ、もうそこそれ以外ないです。あ、なるほど。もうルシファーをルシファーにすると。そうです。ルシファーはルシファー以外であってはいけないと思ってました。うん、いや、このバランスっていうか、なんだろう、ただ強いだけじゃなくてルシファーなんですよね。はい。それがね、なんかたまらなくグッときたっていうか、はい、よかったですね。はい。私もそう思いますね。私も、はい、うん、ルシファーの重心化会を作ったなって思ってます。そうですね。じゃあ、はい、今回今超絶防御ダウンブラストって、はい、やっぱヤクモの時ってその落雷があのワンパンを邪魔しないみたいな感じでついたっていう話があったと思うんですけれども、はい、結構その超絶防御ダウンブラストって威力が出てしまってまあ、ボスがそのまま撤退しちゃったりみたいなことがあるんですよね、はい。まあ、この超絶防御ダウンブラストの威力が高いっていうのはわざとなのかとか、その階級を上げるにあたってまあたまたま威力が上がっちゃっただけなんですかっていうところ。まず前提としてなんですが、コンセプトのところでゲージ飛ばしキャラを作ろうとしてないんですよ。そうなんですか。はい。それっていうのはハイエナジーサークルの挙動ももう今の状態な上でってことですか。まあ結局1ヒット技なんで、はい、結果どこかのステージを飛ばすのは、はい、それ自体は全然構わないとは思ってはいたんですけれども、はい、ゲージ飛ばしに命をかけるキャラを作ったつもりはないですね。へー。じゃあ結構今思ったより飛ばしで使われてるなって感じなんですか。そうですね。まあでも、威力を設定するにあたって参考にした友情コンボが調教シャイニングピラーなんで。うん、そうなんですか。はい。ほぼほぼ同じ威力です。あのキラー込みですよ。はい。ルシファーの。ルシファーの2種のキラーを込みにすると。攻撃型の調教シャイニングピラーよりちょい強い威力になります。はい、はい、あ、なるほど、はい。まあ、ということは飛ばすんですよね。はい、それは意図的にやってます。でもなんかテセウスの話とかも気になるなじゃあそのシャイニングピラーよりちょっと強いぐらいに設定したってことなんですよね。そうですね。そうだった。このボグダウンブラストは威力高ければ高いほどいいとは思っていたってことですかね。そうですね。まあでも多分リリース後それで叩かれるだろうなとはもう思ってました。うん、なるほど、なるほど。ちょっと威力が出すぎるっていうところで、はい、飛んじゃそれでいなくなっちゃうじゃないかと、はい、うん。でもやっぱどっかで叩かれたくないなっていう気持ちはあったんで、まあ、ダウン倍率は今の倍率なんですけど威力は据え置きにしてました。そうだったんですね、はい、調教と一緒だったってことですかね威力は。ほう、そしたら怒られましたチーム他の方に、はいはい、なんで等級が上がってるのに威力は一緒なんだいって言われて、あ、すいませんあげます、バレちゃったっつってバレましたへお願いします。あ、いいですか。じゃあもう結構でかいやついくんですけど、はい、お願いします。いつから作り始めました。お、はい、大きいですね、はい。まあ、いつから本当着手し始めたのかなっていうのは。そうですよね、はい、いつから着手するかっていうのは本当割と難しい質問なんですよね。でなんか、まあ、これ企画するにあたって、同僚とかにもヒアリングしたんですけど、クヤラさんなんかルシファーはこうだって3年前から言ってましたよねおーすげー、ルシファーの思いやっぱ強いんですねあ、そうですね、ルシファーの思いは強いですね。でもやっぱ俺らでもさ、やっぱ3年前とかからさ、ルシファーが返したらこうだろうなみたいに言ってるわけじゃん。それをやっぱやってるってことですよね。まあそうですよねなるほど。その結構エクセル見ると、うん、この時だったらルシファーこう、あー半年後に、あ、違うな、こう、なるほどなるほどなるほど、そのこのタイミングでオファー来たら今の時代だったらこれで作る、はい、半年後の環境だったらこれで作るな、
みたいな、都度変わってるんですよ、ね、でもなんならいつ来てもいいぞみたいな逆に言えば友情コンボは3年前から変わらなかったってことかもしれないですね。下手したらハイエナーサーに近いものが3年前からできていたっていう。できてはないですけれども、うん、頭の中にあったってぐらいですね。へえ、故障として。はい、それは、まあ、別の質問にも発生するんですが、はい、PV からですか。あ、いや違いますね。あ、違うんですか。はい、へえ、どういう発想であの挙動にたどり着いたらですか。実はですね、はい、すでに同じような挙動をする友情コンボがモンストの中にあるんですよ。ほう、あれじゃないの名前は出せないんですけど、ね、あの三角形の人でしょ。三角形名前を出せないコラボキャラです。あ、青い人だよね。あ、あの青い人だよね。はいはいはい、はい、確かに。そうです。はい、でそれはもう仕様的にはモンストにおける友情コンボの中でも最強だっていう風にずっと思ってたんですよね。うん、威力さえついてくれば。そうです、あと属性さえついてくればですね。だからあの頃からずっとこうカードとしては手札の中にあったんです。なるほど。あとはいつ着るかっていう、ルシファーに対してのカードとしてですか。そうです。まあ、やっぱりルシファーじゃなかったかもしれないですけど、まあでもどう考えてもルシファー、ね、まあマッチしてますよね、はい、挙動がね、はい、あ、なるほど。あ、 PV からじゃないんだ。ではないですね。 PV がまさにあれじゃないですか、わーのボーン。だから、まあ、そうですね、そうなんかなと思ってたんですけど、へー、 PV からではなかったですね。で、記録に残っているのだと、去年の11月に友情コンボとストライクショットの使用書を書いてます。へえ。で、まあその時期はちょうど役務の調整と、あとテセウスの構想を立ててところですね。はい。なので、まあ、その3キャラ、さっきも名前出ましたけど、仕事としては非常にやりやすかったですね。同時にやってたんで。あ、じゃあもう去年の11月に使用書を出してるってことは、もうこのタイミングではその作ってくれっていうのももちろん言われてたってことですよね。はい、そうです。ヤクモが先かルシが先かっていうと、まあ当然ヤクモですね。ヤクモが先なんですね。はい。で、まあ、これ合わせてその制作期間っていうのは合わせてどれぐらいになったのかな。制作期間っていうのがまた難しいところで、それこそなんか3年前から友情を決めてたみたいなもありますし、その使用書を切ったのも11月なんですけども、そうですね、データを入れて動くようになったのが忘れもしない5月30日。え、5月30日って何かあったんですか。ルシファーの友情コンボが動くようになりましたよっていう連絡を受けたんですね。ベッドに入ったんですけど、なんか寝れんくて、はい、ルシファーの友情動くんだよなって思ってたら、午前3時からあのルシファーの作り始めてました。へえ。起きてきて、え、威力値、いや、もう全部です。ステータス、友情コンボ、ストライクショットも含めて全部作り始めました。その時点からモンストアニメの VS ルシファーっていう曲があるんですけども、もう聞き鳴らしながら午前3時にルシファーのデータを入れて、で友情の演出を見て強いって言って寝ました。へえ。その時に入れたデータから今変わっ実装されて変わったのがブラストの威力だけです。どん、それ以外のものは一切変わってないですね。じゃあもう頭の中でほぼほぼ完璧なものが仕上がってたってことですよね。ってことになりますね。すごいな。エナさんの威力感とかも、はい、だから使う前、だから変わってないってことですもんね。変わってないです。すごいな。この威力でいいだろうっていう。はい。制作期間は1日ですかね。なるほど。そういう意味だ。もう出来上がっちゃってからはもう一瞬ってことですよね。まあ、そこから QE のみんなに見せて、じっくり触ってねっていうのが大体1週間くらいあったかな。はい。まあ、その過程でブラストの威力上がったりしたんですけど。はい。はい、まあ、テストプレイって結構やられたと思うんですが、はいはい、まあ、主にどこのクエストでやられてたのかなと思って、まあ、とりあえず豪絶は遊び行きましたね、いろいろと、はい、ちょっと明確にここだけは絶対にぶっ
っ壊してやろうって思ってたのが矢印が二方向に出るクエストとか、はい、やっぱりあれですよね、ちょっとあんま好きじゃないですよね。やりましたけどね、僕ゴーデスチャレンジで舞台でやりましたけど、やられてましたね、はい、やりました。あそこを気持ちよく遊べなかったら、もしかしたら友情コンボの威力は上がってたかもしれないですね。なるほど、まあ、結果なんか気持ちよく遊べたんで、あ、うん、この入れた威力でいいやっていう感じでしたかね。ありがとうございます。おかげで裏近畿29も矢印反対に出るから。あ、そうか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 、矢印2つですよね、そこのつながりか。そうそうそう、確かに。あ、そう、あと今神殿を結構あのギリギリでワンパンするじゃないですか、一体で。あ、そうですね、はい、光1、はい、うん、あれはでも威力調整してないって言ってたからたまたまなんですかね。たまたまですね。へえ、めちゃめちゃちょうどいい威力になってますね、結果。たまたまですし、私はその QE としてキャラクター性能を見るときに紋章を一切使わないので、はい、そもそも光をワンパンしたことがないです。へー、あー、できるかどうかもじゃあ特に考えても考えてないですね。なるほど。ただたまたまやってた一気で、まあ偶然ワンパンできたんで、まあそれは使ってみた動画のおまけとして使ってもいいかなと思って、あんな感じになってます。そんな中弱点ってどこだと思います？うん、あ、弱点は明確にあって、お、機動力がないところですよ。まず基礎スピードが遅いです。なるほど。今時のキャラとしてはそれはもうリリースの時からそうだったんですけれども、私が作った重心化の時もそうで、マナとルシファー重心化っていうのは当時まあ張り合ってたと思うんですね、強さ的に。はい、でマナが圧倒的に優れていたのは速度でしたね。なるほど。スピードが100キロ以上速かったんで、こうなんか反射で斜めに弾いた時にマナがマナに当たれる可能性って結構高かったんですよね。はい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 。昔だったんで、その超砲撃を利用して1体シル爆発イエロイエルみたいなこともできなかったんで、あの頃はスピードの差っていうのは結構大きかったように思います。確かに、まあ今はもうスピードのみ。そうですね、加速アビリティを一切持っていないんですよね、ルシファー重心化回っていうのは。はい、それは一つの大きな弱点だと思いますね。なるほど。性能がまあ今あると思うんですけど、どういう順番で決まっていったのかなと。はい、まあ、やっぱこうとりあえずまあダメージウォールとバリアは多分消さないと思うんですけど、その後どういう風に決まっていったのかな。まず友情コンボの威力を決めたんですよね、はい、友情威力、はい、でエナジーボールを基準としてその威力より1割下げました、大体ですけど。それはまあその最低限の体裁ですね、整えるために、はい、あのエナジーボールは自分で操作してわざわざぶつけないといけない友情コンボですけど、うんうん、ハイエナジーサークルはもうなんかヘッタクでもないじゃないですか。そうですね、あの体裁だなと思ってそうです、エナボより強かったらエナボに失礼ってことですよね。そうです。でもね、体裁です。でも、まあ、体裁だなと思って、で、まあ、そこからキラーで威力が上がっていくわけですね、まあ、ヤクモの時も同じような調整をしてるんですけど、まあ、ちょっと言い方は大げさですけど、完璧な存在にするふさわしいキラーアビリティは何かで発表の瞬間はもううおーってなってほしいですよね。はい、で選ばれたのが全属性キラー M、 はい、最強のキラーだと思いますけど、で2倍、はい、でそれだとまだ、最初にも言いましたけど攻撃シャイニングピラーと比べるとまあまあ弱いで、さすがにこれ以上雑魚にダメージを伸ばしたくなかったんですよね。で基本的には雑魚には弱点がついてないことが多いんで、反射のステージだと特に。で弱点キラーを採用したって感じでキラーは2個つけましたね。でディク X に向けるのも決めていたので、ダメージオールと転送壁、アンチアビリティがここで決定しましたね、はい、でアンチアビリティに関しては少なければ少ないほどルシファーだと思っていたので、うんうんうん、もうその2個だ、それじゃ絶対に何があってもつけねえっていう強い気持ちがありましたね。でアンチアビリティとキラーが決定して4個埋まりましたよね。であとはバリアだ、
バリアもなんかこう発表の時におって言われたいじゃないですか。なので、バリア M っていう新しい新アビリティを持ってきました。でこれが5個目ですね。で、ベースアビリティで4個、コネクトスキルが3個つけられるんですよね。モンスターストライクっていうゲームはゲージはそもそもつける気がなかった。はい、はい、あと2個アビが空きができたんですよね。空きができた。で、空き作りたくなかったんですよね。なんかこうこれ以上キラーはつけられない、アンチアビリティもつけたくないっていうことで、うん、とりあえず SS でも縮めとくかってことで2個持ってきました。なるほど。なんかね、耐性とかねはあるかなみたいなね。なんか耐性ルシっぽくないなって思ったんですよね。あ、なんかあんま守りに入ってほしくないっていうか。はい。さっきの派生になるんですが、スワビとコネクト、はい、まあ4-3っていう話あったと思うんですが、はい、これの振り分けというのはどういう基準で決められたんですか。まあ、普段の私のキャラ作りからするとですけど、だいぶサービスしてます。まあ、普段の私の作り方だったら全属性キラーはコネクトに行っていました、はい、で弱点キラーが前だったと思いますね。はい、でただ今回、まあ、ルシファーだからある程度コネクトが発動戦でも強くていいだろうっていうのがあったんですね、はい、私の中で。まあ、バリアはなんかないと全然ルシっぽくないじゃないですか、はい、でバリアは前で全属性キラー M である程度の威力は担保っていう形で、まあ、今のコネクトスキルとスワビになってます。ただ条件もサービスしたという感覚ですか。あ、条件はサービスとはだいぶなんか違うというか、はい、久米原のエゴがだいぶ出てるところで、ほう、まず前提としてかなり厳しいコネクトスキルだと思ってます。スペックの高いキャラの宿命だとは思ってます、コネクトスキルが厳しいっていうのは、はい、だけどその上で、ルシファーはルシファーであってほしかったんで艦隊を許したかったんですよね。ほー、まあ、結構艦隊のイメージがあったキャラ。なるほど、やはりそうだったんですね。なので最初に、砲撃型のみのコネクトスキルを作りました。まあ、コネクトスキルって2個つけられるんですよね、はい、1個目の方でだいたいやりたいことは表現できたんですけど、まあ余裕があったんですけど、あれこれこのままだとウリエルと組めないなって思ったんですよね。そこでウリエルが、そうです、なんかウリエルと組むとどこかのクエストが有利になるとか考えてるわけでもないですし、今後そういうクエストを出そうとか別に思ってるわけでもないんですけども、ルシファーの、まあ、今までの歴史ですよね、はいはい、それを見た時にちょっとウリエルは外せないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。エモいですね。そうですね。これに関してはもう完全にエゴですね。それで妖精のみを付け足しました。へえ。妖精のみ、ウリエル発信なんだ。そうです。そうだったんだ。現場でムービー見たら、うんうんうん、ウリエルの顔出てきたので、そうですね、よっしゃーってなりました。よっしゃーっていうかうわー危ねーって思いました。え、どういうことですか、危ねー。ウリエルといけなかったらつけといてよかった。あ、 そうです。そこは別にすり合わせてるわけじゃないですもんね。若干事故るとこだったんで危なかったです。確かに確かに確かに、まあ、でも深いですもんね、モンスターアニメで。あ、そうっすね、関係は見せたら相当深いですもんね、はい、これウリエルの影響なんだ。あ、そうっすね。でちょっとそこが違ったらまた違うコネクトになってたかもしれないってことですもんね、はい、そうですね。それがなかったら今モスコミュールと仲良くやってないですね。あ、モスコミュールもなんか変わってたかもしれないですもんね。しないですね、合わせるようなものにね、はい、なるほど。へえ。このキャラ、まあでもこれは一緒なのかな、チーム、その作るチームとしてルシファー界の懸念点だったり感想っていうのはどんな感じでしたか。 QE に最初に見せた時が、はい、まあ、今のルシファーはい、と大体一緒だったわけですけど、はい、あのドン引きしてましたね。ドン引き、あーやーべーっ
ってことですか、はい、強っ。これはちょっと素直に首を縦には振りづらいって。あ、強すぎて、はい、ほう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 。とりあえずちょっとじっくり触らせてくれって感じでしたね、初見は。はい、むしろ防御弾ブラストの威力が上がりました、リリースされるわけです。上がりましたね、むしろ。あ、やっぱそうなんだ。高難易度でいかに抑え込めるかどうかっていうのを説得する日々でしたね、そこから。大丈夫だからと。なるほどなるほど、はい、ルシオ高難易度でってことですね。そうですそうです、避けるというか、アンチャービティ2個だから大丈夫だからっていう感じでした。どうなんですかね。どうなんでしょうね、今後もね。どうなんですかね。実装されてもうしばらく経ちましたけど、まあ、今変えるとしたらみたいなありますか。ないっすね。ない、はい、もう完璧。完璧です。素晴らしい。今思うとこうしとけばよかったみたいなのも全くない、はい、全くないっすね。おー、うん、いいと思います。ありがとうございます。はい、今、まあ、いわゆる駆け抜け系というか、まあ、ラストゲージまで、まあ、強い友情コンボでどんどんダメージを出して一手一手一手で抜けていくタイプの友情コンボと、まあ、ヤクモだったり、まあ、ルシアも結果的にワンパンできると思うんですが、この、まあ、友情の、まあ、関係性について今すごい作るのが大変なんじゃないかなって一ユーザーとして思っているんですが、どう考えてますか。作るのが大変なのは間違いないんですけれども、なんかその時に楽しいって思ったものを使ってくれればいいんじゃないかなぐらいに思ってますね。周回効率を求めてゲージ飛ばしのみでやってる人もまあいるとは思いますし、はい、仕事しながらモンストすることが多いんですけども、ですけどそういう時ってなんかもう適当に斜めに当たって友情コンボで高威力が出せるキャラっていうのはすごく私にとって魅力的ですし。わかります、はい、その人が一番楽しくストレスなく使えるキャラをその周りに流されずにそのまま使ってほしいなと思ってますね。ありがとうございます。ちなみに駆け抜けなんかそういうのでやってますっていう時って ルシー手製みたいな感じですか。あ、そうっすね、最近ルシー手製楽しいっすね。ですよ、ね、楽しいっすよ ね、 楽しいっすね。ワンパンもなんかたまにおまけでついてくるみたいな。そうなんですよ。クメさんのなんかおすすめパーティー聞きたいですね。もう手製手製手製ルシーです。手製さんルシー1、手製さんルやっぱ貫通3体でっていうところですかね。はい、まあ、手製手製手製ヤクモもやってました。へえ。ヤクモはもう完全にルミナスレイ要因ではなくて雷要因です。なるほどなるほど。打ち漏らししますもんね、はい、今月の覇者のと手製手製手製ルシーですマジで使いやすかったです、はい、いいですよね、うん、あれ、うん、それだからほんとすごいよね。最初の話戻るけどバッティングしてないから。そうだね。そう、テセの弱点をだからこの雑魚にこんな80万ぐらい全部にアプローチできるのやっべんだるしっていうね。やばいですね、うん、最初なんか実装直後ちょっとルシ艦隊で覇者登るかみたいな感じで登ったんですけど、なんかもう覇者の38とかもう二度と使わねえみたいな思ったことありましたし、重力バリアの魔法陣がうざすぎるっていう、はい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 、とか。あ、それで言うと魔法陣ですよ。魔法陣、はい、つける案なかったんですか。ないですね。お、あ、てか そういえばそれ聞いてなかったですねもう全くなかったですか。全くなかったですね。プラン B にも C にも友情が一番の特徴として捉えているけど、はい、それはどういった理由で。ルシファーっていうキャラはアンチャビーは少なければ少ないほどルシファーだと思ってるんですよね。ああ、先ほどもおっしゃってましたもんね、はい、で、まあ、前提としてこうルシファーを王様にするには、まあ、低難易度周回もそうですけど、その時1個高難易度にぶっ刺さるっていうのも条件だと思っていたんで、ダメージを折ると転送壁はつけたら、まあ、さっきの話と引き続きになっちゃいますけど、でも2個以上はもうつけたくなかったです。はい、はい、ルシじゃなくなってしまう。そうです、はい、
だつけるとしたらどちらかが失、まあダメよってことはないと思うんで、転送株が失われるぐらいですか、まあですね、あったとしても結局じゃあ転送株と魔法陣に選択したら絶対転送株の方がいいと思うんで、まあそうですね、はい、これからの時代も含めて、はい、ベジテパラって結構、まあ、ユニークな友情コンボ持ったキャラがいると思うんですが、はい、ベジテパラの存在って考慮されてたりするんですか？いや全く考慮してなくて、はい、割と驚きの質問なんですけど、それは単純にベジテパラがめちゃくちゃ強いっていうだけの話だと思います、うん、久米原さんベジテパラ評価高いですか？まあ高いですね、今の環境で言うと相当高いです。相当高いですか、はい、ありがとうございます。離れっこ国と二強じゃないですかね。おですよね、はい、思います。そう思います。実際データを見ていても、はいはい、あ、これはいい、すごい貴重なデータを、はい、データ流出するよ。離れっこ国とベジテーバーとフレアミス、フレアミスを、はい、役もですね。まああと一人言わないですけど、はい、言わないです言わないです。その完全な正解になっちゃうんで言わないですけど、はい、その3体を組み合わせてもう1体強いガチャ券を組み合わせると早いです。なんか今じゃ余計なこと言っちゃったかな俺。多分役もなんだろうな。でもいいよな。これはいいですよね。いやでもこれいいですよね。別にユーザーの誰かな。多分役もだと思う、うん、だってキャラの。いろんなキャラがいますよ。強いキャラですね。まあ、冷蔵まあまあまあ一歩も引かない。この名前ははい久米原さん考えたんですか？はい、あーそうですね、最初企画段階、まあ、企画書の名前だと画面全体属性攻撃って名前でした。わかりやすいですね、はい、そうだな、5月30日に入力した時はラウンドエナジーサークルだったかな。へえ、同じ仕様で、はい、ですよね。まあ仮ってついてましたけど、あ、まあでも確かに挙動はイメージしやすいですね。そうっすね、ラウンドエナジーサークルだったら、はい、うん、でまあ一点問題として上がったんですけど、はい、これエナジーサークルなのって言われたんですよ。はい、過去のエナジーサークルと名前を一緒にするにはだいぶ仕様が違うんで、そこで議論はありましたけど、ただそのルシファーじゃないですか。でルシファーだったらエナジーサークルって名前は残した方がいいんじゃないかなってなったんですね、はい、でじゃあ名前をどうしようかってなった時に、まあ、ラウンドはちょっと違うのかもしれないねっていう話になって、どうしようかどうしようかってなった結果、まあ、過去になんか、はいなんとかっていう友情コンボ結構モンストで作ったんですけど、はい、言い方悪いかな、ごまかすのがベターじゃないかみたいな形になりました。なんか語感悪くないですしね、ちょっとかっこいい感もありますし、うん、ハイエナジーサークルっていう名前はそれはそれで良かったんじゃないかなって。そうですね、いやでもやっぱもう今もうハイにすごいいいイメージしかないもんね、うん、ハイクロススティンガーも強いしね。ハイクロススティンガーもそうですもんね、久米原さんですもんね。あ、そうっすね、そうっすね、ハイがついてるの全部私じゃないかな。お、基本的にはただ威力を伸ばしたものは調教ってしてるんですよね。調教とか超絶とかランクが上がっていく感じでやってる。面白いですね。へえ。あのちょっと仕様が変化したものをはいってつけてたりはします。なるほど。クロススティンガーはあのそもそもの本数が増えましたよね。横に伸び。はで、プラズマは後ろにも伸びるようになりましたね。はい。威力以外の要素が変わってたりします。はい。失礼します。じゃあこれからはいってついてたら、そうだね。それすごい、はい、追従型貫通弾。あ、そっか。楽しみにしてます。調教エナジーソードってなった発表された時に、はいはい、どこが変わるかと、まあ、威力は上がってるけど伸びているのかとか、多分いろんな考察があったんですよね。
はいはいはい、ライブで、はい、雑談の中でも、はい、でも今の理由を聞いて もし分かっていたら、はい、変わんないよねっていう、はい、なるほど。じゃあもしハイエナジーソードになってたら長くなってる後ろにも出ちゃうかもしれないし、後ろにも出始めたらもういいやんか、かぶるけどね、うんうん、そういうことなのか。面白、まあ、基本的にはですね、基本的にはどっかで調教っていう名前だけど、はいはい、結構仕様が変わってる友情コンボもあるかもしれないです、うんうんうん、はいはいはい。へえ、面白い。ハイエナジーサークルって新春クラスの友情という感覚ですか。ですね、強さで言ったら、はい、新春クラスだと思います。はい、ただですね、遊びの質で考えると、これが新春ですって言って出すのは違うかなって思います。当たってボンバンで終わりじゃないですか、それで、はい、なんかそこに新しいモンスターストライクはないと思ってます。ちょっと別にルシファーを下げるわけではないですけども、はい、あの下品な友情コンボだと思うんですよね。おまあ褒め言葉ですよね、最高 の、 あの世紀末ですよ、はい、うん、世紀末ですね、はい、林さんがこれからステージ作る人かわいそうって遅って言ってました。ちょっとモノマネしてる。なるほど。ルシファーの制作に対してプレッシャーありましたか。それがですね、全くなかったんですよね。お、夏のイベントで行くっていうのが決まった時に、あ、やります、でもすぐに手を挙げて決まったんです。そういうシステムだったんですか。あ、そうです。誰がやりたいみたいな、キャラ班の中で誰が行くかっていう、はい、まあ、特にそういう話でもなかったですけど、私が組み払って自分で名前、そういう名前書いて、そういう空気だったんで。ってことはもう、じゃあルシファー作るのは自分だなと思ってた、はい、自分以外ないと思ってました。うわい、そこになんかね、あの部下がこう俺の名前書いちゃおうって返したらどうなってたんだろうね。俺だろうかっけー。いやでも本当結果として自分以外ないと思ってました。最高のルシファーできましたからね。それでこれ作んの、うん、かっこよすぎるだろう。マジで、まあ、さっきもあの言ってましたけど、今回の会場の反応どうでした。あー、いや最高でしたね。たまんなかったっすよ。自分もね、あそこは思わず熱くなりましたね、はい、会場で実際にこういざ発表ってなったら、制作期間の中で初めてそこで緊張が起こったんですよ、自分の中で。緊張したんですよ、発表の瞬間に。お前は緊張したって思って、緊張してる俺って思って、でかムービーが流れて会場の雰囲気とかバーってなってるうちに、なんか泣きそうになったんですよね。もう発表されるのも知ってて、性能も分かってて、ムービー何回も見てんのに、なんか涙が溢れてきて、うわーやば、恥ずかしいって、大人だから泣かないぞって思ってたんですよ。そしたらなんかタイガーさんが泣いてるってこう聞こえてきて、なんかそれにつられてもうボロボロって涙出てたんですよ。もう本当タイガーさんがふざけんなって思ってましたよ、あの時。だからあの時にタイガーさん泣いてましたし、はい、ペンさんもなんか目涙溜まってるみたいな感じでしたよね。そうっすね、はいはい、そう、ルシファーに泣かされた男が3人今ここで集まってるっていう。面白いですよね。いやあれはでもね、泣きますよ。なんか泣きますよね。どうしよう、なんかもうあれはでも本当ルシファーじゃなきゃできないことだなと思いますね。久米原さんにとってルシファーとは一体すごい。そうっすね、腐れんですかね。私にモンストを教えてくれた人ではありんですよね、最初に。でこう自分が
大きく伸びる場面を重心化の時に作ってくれた人でもあるし、いつの間にかなんかこう自分の子供みたいな、そんな感じで世に送り出して、それこそ制作者が泣くぐらいの場面を用意してくれた子でもある。うん、不思議な存在ですよね。ルシはそうですね、特別、ちょっと別格ですよね。そうですね、まあ、でもかなりね特別な存在ですよね。はい、もう今聞いてる感じも娘みたいな。僕らもね配信とかしてて、上半期やクモがめちゃめちゃ活躍し、まあ、今も活躍してるけど、これルシファーもし今年来たとして大丈夫なのみたいな、結構言われても、結構自信持って、いやだってルシファーだよぜって言えるキャラだからね。うん、そうだね、うん、明らかにまあその期待は超えてくるというか。そう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 、まあ期待値が高すぎるからね、うんうん、だからすごい落とし込んだ、えぐいなって思う。そんなルシファーあれですか、今まで作ったキャラの中でも最高傑作だと思いますか。まあ、クリエイター視点の好き嫌いで、好きで言うと、まあ、個人的にはネオが一番好きなんですけど。ほー、どっちの携帯ですか。あ、両方です。へえ、そうなんですね。うん、殴りの方のストライクショットも、はい、友情キャラとしてのネオも、はい、完成度が極めて高いと思ってます。へえ。ただネオっていうのは、はい、あのなんていうんですかね、環境に全く配慮してないんですよあの子。はい、好き勝手やってねっていう風にやったキャラなんで、うんうん、難しいキャラかって言われたらそうでもないんですよね、うん、はい、ただルシファーっていうのは難しいキャラだったと思うんですよね、うんうんうん、作るにあたってということですか。うん、そうですね、実際本人そんなに悩んでないで形でやってたんですけど、はい、ただその役もとかいうあんまりモンストのルールを守らない子がいて、あの子本当モンストのルール守んないですよ基本的に。はい、最近もちょっと守らない気味で。そうなんですよ、守らないんですよ、はい、本当困っちゃうんですけど、はい、まあそういう子がいて、そうですね、友情コンボ他にも強いキャラがたくさんいて、その中で運営の、まあ、熱量、期待、久米原個人の思い、ストライカーの思い、全てを納得させる形で世に出せたものとしては本当に最高のものができたと思ってます。うん、最高だと思います。はい、ありがとうございます。本当にそうですね、この企画やるにあたって、まあ、進化神化のルシファーを作られた方にも引きに行ったんですけど、こんなにモンストを背負ってくれる存在になるとは思わなかったって言ってました。 あそこは歴史動きましたからね。そうですね、本当とんでもないことなんすよ久米原さん。あ、いろいろな、はい、まあ、分かってると思いますけど、ご本人が一番、はい、いろんな側面からのなんかねプレッシャーがある中でこの性能的っつうのは、本人好き勝手やってるだけですけどね。いやとてもじゃないけど背負いきれないし、うん、この性能で落とし込めないなっていう、なんか凄まじいよな、これはちょっと感動、本当感動なんだよな。まあそうですね、なんか大みんなさんの感情も大体そんな感じになって、評価も含めてですけどなってるみたいで、作った方としても嬉しいですね。ルシファーがここまでしっかりルシファーしてくれて強いと本当嬉しいっす。ありがとうございます。はい、まあ、さっきモスコミュールって、まあ非常にルシファーと相性いいっていうキャラいたと思うんですけど、なんか他にもこのキャラと合わせると強いよっていうおすすめの相方いますか。キュートですかね。キュート、キュートか、うん、ああ、ババゾンさんよく使ってるわ。同じ転送壁文字で、妖精族なんでコネクト条件も満たせて、かつ白爆発持っているんで相性がすごくいいと思ってます。イラストどれ派ですか。
はい、3種類いますけど、はい、単純にパッと見ただけの時は MV が一番いいなと思いました、はい、うんうん、初感ですよね。そうっす、はい、なんですがストライクショットのボイスでノーマル伊達の王言うんすよね、うんうんうん、あもうこれしかねえなって思いましたよ。なるほど、ルシファーだなこれって、うん、なんで今もっぱら通常版を愛用して先頭に置いておくと宝箱をいっぱい拾うようにしてますありがとうございます、はい、ルシファーおすすめのワクワクの実、はい、教えてください。これ全く多いよ、全く多い、これ読めないよ、うん、そうっすね、ですね、まあ遊撃はつけるじゃないですか。あ、よかった、はい、いやここもまだねあれだったからよかった遊撃、はい、まあ、でもディクエクスが終わってない人は過激に染めてもいいと思います。あ、まあ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 、まあ、はい、でもとりあえずルシファーっていうキャラクターをしゃぶり尽くすんだったらまずは遊撃かなと。まず遊撃、まあ正直あとは好きにしてくれって思ってます。おお来た、新しいパターン、はい、来ましたね。好きにせえと、はい、まあ、でもやっぱ相性の良い意味というかはかなりたくさんあるキャラですからね、うん、そうですね、それぞれに正義があると思ってて、うん、でそれはどれも間違ってないと思うんで、うんうんうん、まあ、それこそ宝箱いっぱい拾ってくるルシファーだったら、はい、スコア稼ぎや学び便を視野に入ると思うんですよね、うん、でなんかストライクショットをともかく打ちたい人には即必殺がいいですし、はい、あのバリア壊されるのは腹立つ私みたいな人には怪我減りがいいと思いますし、うん、なんかそれぞれに正義があると思うんで好きなようにしてくれるといいかなって思ってます。おお。ありがとうございます。それ遊撃だけはちょっと優先度高めかなと。それはもう絶対だと。絶対。ありがとうございます。はい。はい、ということでここまでルシファー獣神化界のステータスについてたくさん、もう本当にたくさん聞いていきましたが、そろそろお別れの時間となりました。まずはですね、ペンペンさんとタイガー桜井さんに今回の企画感想をいただければなと思います。お願いします。まあまずこんな素晴らしいキャラを作ってくれてありがとうございます。奈良さんありがとうございます。そしてこのたびたびなんですけれども、この貴重な機会すごく幸せです。読んでいただきありがとうございます。まあ最初にも言った通り、見てる方々が、まあ、気になるような楽しめるような質問ができてたら幸いです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそしてタイガー桜井さん、お願いします。いやもう本当いろいろなことが聞けてすごく濃厚で最高の幸せな時間でした。でもやっぱりこのルシファーっていうキャラは本当に久米原さんのもう真っ直ぐな思いというか、もう何も迷わなかったっていうことを、おっしゃってましたし、もうやっぱルシファーへの思いっていうのが久米原さん自体本当に強かったんだなと思って、まあ、だからこそこんな何でしょう、まあ、誰もの納得のいくキャラ、うん、ができたんだなって、思って、まあ、やっぱりそうですね、そこでも感動させていただきました、はい、本当に今日は貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして最後にルシファーを担当した久米原さん、感想、はい、そして皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ルシファーへの何ですかね、私への私の思いっていうのはこの動画を通じてストライカーの皆さんにもまあ、伝わったと思うんで、そのルシファーを、まあ、ストライカーの皆さんも愛してあげて、これからもたくさん使ってあげてほしいなって思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めてペンペンさん、タイガー桜井さん、そして久米原さん、ありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。